日本九州等地区近日遭遇创纪录大雨，目前已经造成57人死亡，此外还有2人心肺停止，12人失踪。8号，警察、消防部门和自卫队展开持续搜寻，日本气象厅则呼吁民众继续高度警惕进水及地质灾害。日本气象厅称，截至当地时间7号中午，日田市24小时降水量达到 497.0 毫米，刷新该地点观测史上最高纪录。大牟田市及熊本县山鹿市、长崎市截至7号早晨的24小时雨量也超过400毫米。7号，日本首相安倍晋三在官邸举行的对策总部会议上表示，将把自卫队的灾害派遣规模从目前的1万人增加到2万人。此外，希望加快讨论，以便尽快把此次灾害指定为特定非常灾害。如果此次灾害被指定为特定非常灾害，当地将适用延长驾照有效期等特例措施。災地では入浴や食事などの支援へのニーズも高まっており、自衛隊については今後さらに1万人を増強し、2万人体制へと拡大することで、被災者支援に万全を期す方針です。さらに豪雨災害による一連の被害状況を確認しながら、被災者の皆様の生活再建に向けた動きをしっかりと後押ししていくために、今回の災害を特定非常災害に早急に指定するよう検討を加速してください。現在、現地で150名以上の政府職員が対応を行っておりますが、引き続き現地のニーズを的確に把握しつつ、被災者の皆様のために省庁横断的な支援に全力を尽くしてください。截至7月7号，已有9万份食物、1000张硬纸板床、800个隔板等物资已抵达受灾当地进行支援。日本国土交通省确认九州7县9条河流泛滥。日本气象厅已对福冈、佐贺和长崎三县发布了最高级别的大雨特别警报，并要求部分地区约136万民众紧急避难，保持警戒。